皆さんどうも系です。うわ来た、たった今ですね、視聴者の方からアルビアスニューモデル来ましたよっつってコメントいただきまして、今急いでねこの台湾のページに来ました。早速ね、いやとうとう来たんか台湾も。早速ね見ていきたいなと。あなんか今ちょっとこれサマーオータムって書いてなかった？あそうなんだ、ダイワもこれ一斉に発表になったのかな。おお、うわこれや、あそうそうそう、ちょっと見た目いじっていく前に、これ本当に完全に初見ですので、見落としてる部分とかね、あると思います。ですので、あ、Kさんここ見落としてますせという部分であったりとか、あ、Kさんこの細かい部分、前作とこういう部分変わりましたよって、ここ載ってますせとか、そういうのがあったらね、ぜひコメントで教えてください。もう好き放題コメントを書いていただいて、で、まあそれに対してね、またもう一本動画作ろうかなと思っているので、よろしくと。もう視聴者に細かい部分委ねるっていうね、どういうスタンスでやっとんじゃっていう感じなんですけど、まあやっていきましょうか。リールと、ああ、この辺ちょっとオフショアだな。ラッテオ、マジ？はあ、ちょっとこっち先見てみようかな。ラッテオ、ついに来たんや。あ、この辺新製品一覧ってことかな。んー、これ。ラッテオ、ついに来た。大人気モデル。はあ、あとは？あとはルアー関連か。あ、エメラルダスも来てると。ああ、バック系ね。ちょっとこの辺りはね、後からじっくりチェックしていきたいなと思います。はい。そうですね。はい、この辺りじっくりチェックしていきましょう。と言いつつ、ちょっと下まで。よし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 。よし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 。よし。ちょっともう、とりあえず上行こう。もう、ルビアス、ルビアス。これですね。いきます。まあ、もう、これもう見たらわかるよね。大きな変化はやっぱり、このエアドライブデザインが入ったっていうことですよね。うん。で、ちょっと見ていきましょう。デザインは、ブラックと、ガンメタと、まあ、シルバーかなという、スプールのこの軸っていうのかな。ところまでシルバーになってるっていうことですよね。ゴールドからかなりね変わりましたね。そしてもう色合いもこれシルバーゴールドじゃなくてブラックガンメタシルバーになったので、どちらかというと本当に ST みたいな感じになりました。これはいいと思います。ルビアス誕生から20年目の6代目ルビアス誕生と、ザイオンボディプラスザイオンローターを搭載し、軽量性と剛性という相反する性能を高次元で実現と。はい、出たエアドライブデザインの採用、操作性に磨きをかけ、意のままにルアーを操作、意のままのルアー操作を可能にしたと。より多くのアングラーにルビアスを届けたいという思いから、5000番サイズのアイテムを加え、幅広い調子でご使用いただけるラインナップを揃えたと。まあ、エアドライブデザイン、この辺ですね。テクノロジー、そしてエアドライブローター。24ルビアスではエアドライブローター、エアドライブベール、エアドライブスプール、エアドライブシャフト搭載。で、これもエアドライブベール、まあこの辺一緒一緒一緒。で、そしてモノコックボディですね。はい。割とこうスリムに見えるね。うん。まあ前作もね、結構スリムに見えたんですけど、今回もいい感じで、モノコックボディ採用。そして、まあマグシーが入っているということですね。で、ザイオン。素材はザイオン。ザイオン製のモノコックですからね。ボディとローター部にザイオンを採用ということです。まあ、つまり、軽くて繊細で、どっちかというと警戒向けなリールだよということになります。まあ、この辺はまあ、いつも通りか。おー！なんか、こう見るとブラウンにも見えるし、わー、5000番にはこのラウンドノブ。なあ、5000番のルビアスって何に使うんかな？サーフ？平鈴木にもまあまあいけるか。5000D の CXH は高負荷な釣りを想定し、パワーライトタフタイプ EVA ノブを標準搭載と。まあどうだろうな、この5000番でやるような用途だと、まあモノコックの強みは
確かに感じるけど、まあ、巻き取りの強さっていうとおそらく、まあ、これ今現時点では分かりませんけれども、出ると予想されている24番フォードのクロスギアの方が、クロスギアじゃない、インフィニティクロスか、あっちを搭載したものの方がスルスルいけるような気はしちゃうよね。まあどうだろうな、この辺は比べてみないとっていうところですけどね。はい、番手設定はこんな感じということですね。まあ僕がよく使うところで言うと、まず2500番ですね。で 2500S の僕は XH かな。うん、巻きスピードにこだわるバーサタイルモデル、ハンドル一巻き87センチの巻き取り長さを生かし、バスフィッシングのライトニングなど手返し重視の釣りに最適ということですね。そしてこの PC モデルですね。 PC モデルはボディが一番手上の、まあ、3000ぐらいだよっていうボディサイズになりますに、2500のスプールがついているという、これややこしいのよ本当に、スピニングの番手って。でこの LT の3000はこれとボディサイズ、一緒なんだけれども、スプールが3000だよというでこれ PC の LT3000 は何かっていうと、もう一番手上の4000番のボディを採用した3000番のスプールだよみたいな、そんな感じの意味合いです。で逆にこの LT4000、 これの方なのかっていうと、4000はもうそのままですね、4000番ボディに4000番スプールみたいな。でこの LT の 5000D、5000のディープスプールを搭載したコンパクトなモデル、だから5000番ではなくコンパクトな4000番のボディを使っていると、シマノでいう C5000 みたいなイメージですね。そんな感じのこう番手ラインナップになっていると。でまあこのいろんな番手がラインナップされる中で、どれにしようかなというところで迷われている方に、一つね、もう僕から、まあ、まだ使ってないけど、まあ、要はこれって、エアリティであったりとかイグジストの下のモデルになるわけよね。両方ともエアリティもイグジストも軽快な、モデルになりますから、それの介護感ということになる。で上位その2機種当然使ってまして、それの傾向を見るに、やはり自重の軽さであったりとか巻きの軽さ、感度、こういうところを活かせる機種を選んだ方が、まあルビアスのこう得意フィールドでやれるというかね、持ち味を活かせる選択ができるんじゃないかなというところで、僕が選ぶんであれば、まあどうだろうな、これよりも下かなと、うん、PC の LT3000 より XH よりもちょっと下がおすすめかなとは思いますね。まあ、このライトシャワージギングももうこういう意味があって、軽いリールを導入するんだっていうものがなければ、同価格帯であれば、シマノくんですね、シマノくんのストラディックとかの方がいいんじゃないかなとは思いますね。うん、やっぱりがっしりしてるし、で巻き上げも楽、ボディもごついし、ショアジギングってなってくると、まあ、そこそこ長めかつ若干重めではあるので、そういう意味でもロッドによく合うのよね。ちなみに僕がまあ購入検討、まあ、だからどうせ買うんですけど、 LT の 2500S か、どうだろう、PC まで行く必要あるかな、2500の SXH か LT の 3000H とか、まあ、この辺になるかなと思います。この PC を選ぶとやっぱボディもでかくなるんで、重さもねグッと重くなるんでね、まあ、ちょっと見ていきましょう。ほら見てください、これここから重さグッて上がるでしょ、この 175g から一気に 200g 超えてくるっていう、てか軽いなおい軽いよね、もう最近の軽いロッドにぴったり。逆を言うと、ちょっと俺の使ってるロッド長いし重いんだよねと、うん、いうところがあったら、本来これを選ぶんだけど、こっちの重い 4000XH で、まあ、バランスを取りつつ、巻きパワーは、ね、ボディが大きいわけですから、それを確保するっていう、そういう手段もあるよね。うん。むちゃくちゃ軽いな、これ。軽っ！マジか。2500S の XH150 グラム。ばっか軽いな。じゃあ、ちょっと特設サイト見てみましょうか。あ、これですね。あ、違う、なんか始まっちゃった。これか、スペシャルサイト。あ、っていうかさ、このダイワのホームページの作りの見方、もう僕の言ってた通りになってるじゃないですか、これ。素晴らしい。これ、触れんの忘れてた。こう、だからさ、やっぱりスペックとか、もう、
ね、これが発売してしばらく経ってくるともう分かった分かったっていうページに元から飛ぶ仕様になってたのよ、前の対話のホームページっていうのは。でそんな中でスペックとかどこにあるんですかと下スクロールするまでめっちゃ時間かかりますみたいな、そんなページはねもうベッドでバナーでくっつけてくれということを言ってたんですが、もうその通りになってる。これビューティフォー、ここなんですよね。ここが一番の進化かもしれないっていうか、まあ今年のモデルから去年ぐらいからだったかな、変わりつつあったんですけども、一番ひどかったのが IMZ ですね、はい、やばいっていう謎の外人踊り出すっていう、そんなリールだったわけなんですけれども、そこが解消されました。今はね、イグジストもやばかったよ。イグジストのページもめっちゃくちゃ重いんだから、もうだいぶあってリールは軽いのにホームページはクソ重いみたいなね、そんなこと言われてましたけれども、今回はこういう軽いページでちゃんと技術特性であったりとか、こういうスペックであったりとかね、このチェック素早くできると。ただ釣り具屋さんもにっこりですよこれね、ああなるほどね、このモデルね、でジャンコードがこれでみたいな、はい、それ見れるわけですよ。でそしてルビアスのことまだちょっとよくわかんない、しっかりと情報チェックしたいっていう人はここページ用意されてるわけですよね。はい、こんな感じで、わお綺麗、うん、前はこういうページにいきなり飛んだんですよ、勘弁してくれっていう、そういう感じだったんです、ハンドルを回し始めれば思い通りの位置でピタッと止まり操作できる、その心地よさと、ロッドのポテンシャルを丸ごと引き出してくれるかのような絵も言われぬ自在感。だからこれを生かすにはやっぱり軽量なロッドが多くラインナップされてるっていう、まあ、シーバス以下ですよね、そのターゲットの大きさ的には。そういうロッドの方が生きてくるよねって、これ番手見てこれ 2500S、 これエギングじゃない、おお、こんな感じだ。ちょっと こんなグレーには見えないと思うけど、でも綺麗よね。だからやっぱ ST みたいな質感ですね、これね。あー、スローオシレートじゃないね。これがまたね、いいとこでもあるんですよね。心配ないっていうね。エアドライブデザインとモノコックボディの融合。操作性がますます向上と。前作のね、ルビアスとやっぱ大きく違うところってここなんですよね。エアドライブデザインっていう。で、もう散々僕このエアドライブデザインのリール使ってきてますけども、前作のエア、まあっていうかまあローターかな、主に。エアローターとこのエアドライブローターがこう、生み出す違いって、やっぱりね、低感性化されるっていうのがまあ僕の結論ででして、その低感性化されることにより、非常に回転が軽く感じるし、感度もよく感じるし、ピタッと止まるってもまさにこの通り、まあ、ただし重たいものをガーッとこう一定速で巻いていくっていうことに関しては、前作のエアローターもまあいい勝負するとは思うのよ、うん、やっぱ多少ねその完成力があった方がやっぱ楽は楽なんですよね。こうなんていうかな、警戒側に振られたなっていう印象があるんですよね。これセルテートの時にねよく感じました、それはね。ライト&タフ、ルビアスはヤワじゃないと、エリアトラウトやアジングなどのソルトライトゲームにぴったりの2000番クラスからサーフキャスティングやライトショアジギングにも対応した5000番まで、うん、あーほら全然違う、やっぱりシックでかっこよくなった大人のリールって感じ、まさに ST モデルに近いよね。20年目のガンメタリック、歴代のルビアスはシルバーを基調としたデザインだったが、24ルビアスはガンメタリックシルバーに一新。なるほどね。いや、いいと思いますね、僕。うん。めちゃくちゃ、いろんなロッドってか、どんなロッドにも合うんじゃないっていう感じのデザインですよね。エアドライブローターの高感度の世界がルビアスにもと。うん、だから、やっぱライトゲームとかこういうとこにおいては、本当に強いよね。軽くて強くて、ノントラブル。いやー、これね、僕の動画のコメントにも来てますよ。うん。三つ巻きでエギングやってんだけどトラブんだよっつう話が結構来てまして、ルビアスでしたらありませんから、はい、ニュールビアス2500を渡された時に思いっきりしゃくってすぐ壊してやろうくらいの気持ちで使ってみましたと。僕は結構ハードにしゃくるタイプなんで、弱いリールだったら1時間も使えばゴリゴリにする自信があるんですよと。前のリールどうだったんだろうね、うん、20ルビアスどうだったんだろう、すぐ壊れたんかな。まあこのルビアスもって書いてるんで、まあ壊れなかったのかな。
あ、ランカー C バスをこり巻きできるパワールビアスは強いと、例えば80センチのランカー C バスがかかりますと、でバラしたくないのでラインテンションをかけたままゴリゴリ巻くと、竿はぶん曲がって、魚はヘッドシェイクしながら大暴れと、それでもう難なく巻いてこれちゃうぐらいパワーがすごいと。あ、なるほどね。3000番台でもそんなファイトができちゃう、ニュールビアス十分な強さを実感していますと。だから結構なんかパワー越しなのかな今回。これでもちょっと番手選び難しいな。本当に PC まで用意されて細かいところがね網羅されてるんで、でやっぱこのルビアスとね、多分ですよ、多分、今回発表されるであろうバンフォードね、シマノのバンフォードですけど、それがね、まあ、出るという想定でこのルビアスとじゃあどういうところが変わってくるのかなと、まあ、あくまで予想の現時点ではね予想ですが、ちょっとね考察していきたいと思うんですが、ルビアスの進化はね前のモデルから比べて、まあ、大きな変化はねエアドライブデザインですよ、これを搭載することによって前作よりもより巻き軽く、巻き出しね軽く、止めもクイックに軽快に鋭くできると。でなおかつ感度も向上、もうこれはね実感しております。はい、エアドライブデザインのローターは本当に素晴らしいと思う。ただ、まあ、感度とかに関しては正直シマノの MGL ローターも負けてないのよ、負けてないし、なおかつ巻き出しに関しては MGL ローターの方がちょっと軽く負けんじゃねっていうぐらい軽いのぶっちゃけ。で対してシマノのバンフォード、まあ、予想で言うとおそらくねインフィニティクロスっていうギアが大口径化されて、で接地面がこう大きくなってね、よりタフに強くなりましたよみたいなギアのセッティングで出てくると思うんですが、これステラとかバンキッシュ、そういうモデル、アストラディックもそうね、で使ってるんですけれども、これがなかなか実感するところでして、巻きが強くなるっていう、スルスル巻き取れちゃうっていうね事態になるんですよ。巻き心地もむちゃくちゃ良くなります。ただちょっとまあデメリットというか、そういうところもあって、それが何かというと、僕はね、そんな繊細な人間ではないのでそんな感じではないんですけれども、ちょっとその、まあ、せっかくローターの軽さであったりとか警戒感あるのに、それをスポイルするぐらいのこう強い巻きが出てしまうっていう言う方もいらっしゃるんですよね。おそらく三つ巻きインフィニティループは搭載されないだろうということで、まあそこでスパーンとじゃあどっちにしますかみたいなねところがあるんですよね。この24ルビアスと、まあ、出るであろう24バンフォードに関してはスペック的にどうしてもね相入れないところがあって、ぶっちゃけ比較はねしにくいんですよ。正直ダイワの方が全体的にコンパクトに仕上がりますしね、まあ、ちょっとねシマノのバンフォードが多分発表される、まあ、コンプレックスかもしれないけどちょっと分からんけどされると思うんで、シマノはまだあると思うから、そこをねちょっと楽しみに待ちたいなと思います。皆さんもねこの24ルビアスに関して、またシマノの、まあ、出るんじゃないかと言われているこういう同じクラスの軽快なリールに関して思うところあればじゃんじゃんコメントしていただければなと思います。で僕も後でそのコメント枠見て楽しみたいと思いますんでね、よろしくお願いします。